りました。改めまして、和田アキ子です。柿原忠史です。アッコのいい加減2000回、東京有楽町、日本放送の制作で、福井放送、高知放送でお聞きの皆さんにもお送りしています。はい。12時50分頃からお送りするクイズコーナー、クイズアコちゃんに叱られる。今週は1万円がお二方に当たります。はい。クイズに出場したいという方は、電話番号を書いてメール、ファックスを送ってください。電話番号を書いていただくと、自動的に出場のエントリー対象となりますんでね。しっかりと電話番号を間違いのないように書いてください。はい。メールアドレスは小文字で AKKO。アッコアットマーク 1242.com。アッコアットマーク 1242.com です。ファックスは0570-021242 でお待ちしております。はい。先ほどメールでご紹介したアコさん主演のご面倒をかけますという、はいはい、ドラマの情報をちょっと、はい、ネットで調べてみましたら、アコさん、楽器が調べてくれた、はい、ちょっとプリントアウトをはい、スタッフにお願いしまして、はい、主演和田アキ子、はい、が演じる女性はですね、はい、レストランドラゴンを経営する龍子という女性だそうです。いいしやね。はい。はい。そして、地方から上京し、この店に住み込みで働く、和夫が高橋和也さんですね。で、翔助、浩二らを、いつも怒鳴りながら、はい、も、彼らに何かと親身になって接して、親代わりとなり、はい、人として男として生きることの素晴らしさを伝える、人情青春ドラマであると。今そうやって聞いていても全く浮かんでこないんですけど。そうですか。はい。その中の一人、浩二という青年を演じているのは、はい、TOKIO の城島茂さんだそうです。だからそれもね、もう、だから、忘れてらっしゃるということですね。全く出てこないですね。いいですね。でもなんか設定がもういつも怒鳴りながらも親身になって接しという。はあ。そういう役がね、あこさん。全く出てこないんで、コメントのしようがないです、コメントっていうか。いやいや、でも。全く出てこないです。で役どころの説明がちょっと面白かったんで、はい、じゃあ、高田純次さんとご夫婦を演じた、うん、先週話題になった、はい、妻たちの課外授業で、はい、あこさんが演じた女性の役どころをなんて説明してあるかっていうとですね、はい、陽子という女性を演じてるんですけれども、はい、夫と息子との3人家族。はい、思ったことがすぐ口に出る性格から、はい、周りとの衝突が絶えない。はい、私がですか。はい、この陽子さんは、はい、だそうです。はい、で高田純次さんの役どころは陽子の夫、はいはい。体力面で陽子にかなわないことからいつもおとなしい。もうすでにかなわないね、体力で。体力面で陽子にかなわないのでいつもおとなしいって書いてますね。はい、いやで、息子のことは書いてないんですか？息子さんのことはですね、はい、この中には、ちょっと出てこないですね。あ、そうなんですか。役どころの説明としては入ってこないですね。あ、はい、まあ、キャラクターとしては。強いんだね。強いと、うん、いうことですね。なるほど。それは覚えてますよ、よく。はい、うん、そう、面白いもんで、やっぱりこう、すっかり忘れてるドラマと、ねね、あと、森重の字とか、はい、山岡のお母とか、西田さんとか、出たあんた方独佐とか三男三女向こう一匹とかすっごい覚えてるんですけどね。そうなんですね。はい。あとはおかしな四つ子とか。ああ、はい。おかしな四つ子も TBS で、はい、私相良直美さん、はい、千秋直美、それで水前寺清子さん。うん。うん。これも結構これ4姉妹っていう役ですかね。はい。面白いですね。だから、はい、ちゃんと出てますね。やっぱりネットにも。あんた方どこさんも、うん、芸能界のお母として尊敬してやまない山岡久乃さんと、はい、あこさんが初共演した作品。はい。っていうふうに出てますね。はいはい、もう、千秋直美ちゃんと一緒で、いつももう、カーラーってあるんですよ。はい、女性のこう頭に巻く。で、毛が長かったのは、千秋ちゃんと私だけやったから、水前さんも、奈緒ちゃん、相良直美さんも少々とかね、はい。いつもカーラー巻いて、で、ネッカチーフみたいな、ネッカチーフでいいのかな、巻いてたんですよ。はいはい、で、トイレが TBS の場合、3階にあって、3階のサンロビっていうお茶飲むところは有名なところなんですけど、旧 TBS ね、はい。そこの前にトイレなんです。はい、これ全然変な意味じゃなくて、お掃除するおばさんが当時いて、あんまり制服っていうか髪の毛ほとんどそのネッカチーフしてるんですよ。二人でようね、
間違われてるやろうね。だって私たちが、私たちがって、まあ連れ立っていくこと多かったから、はいはい、まあ仲間で一緒に入れへんけど、私たちが普通に喋ってんのに、あ、すいませんって清掃中だと思ってあったから。なるほどね。そうなのよ。なんかでも仲良かったんすね。うん、そうそう、すごく。でね、つけまつげをつけるのも私たちだけだったの。あ、なおちゃんも薄いのつけてたけど、でも私たちだけ。あこさんと千秋直美さん。うん、そうなの。そう、それがあれですか、おかしなやつ。おかしなやつ、うん、1971年ですから。あ、はいはい、生まれる前ですね。だいぶ前ですね。これだから、あのテレビドラマ、なこさんが出演されたドラマバーっていっぱい出てるんですけど。本当ですか。たくさん、それこそフライパンの歌とか覚えてます？フライパンの歌。あ、覚えてないですね。あとはですね、まああの、まあ、この番組時々話す、あの戸辺必殺裏殺しですね。あ、これは、はい、性別不明の若役って書いてありますね、はい、みんなね、かっこいい、この針でね、尾形健さんとかね、あと、あ、山田五十鈴さんとか三味線のバッチとかね、そういうのお話聞いてからそのお話を、そのね、プロデューサーがね、あの、まあ ABC の大阪の人で、あのいろんなの手掛けてはって、私と飛行機なんかご一緒した時、私はいつも国語辞典持ってたんですよ、はい、ホリプロから長年借用、いまだにしてますけど、はあ、でそれで、あから順番に漢字とかを覚えてたんです。で書いたりして、でそれを 2,3 回見て、なんか感心されて、それでその飛び必殺に出て、その時私噂のチャンネルを長年やってたのを、もうちょっとあまりにも誰にいるとかにギャーとかって声出しすぎるから、いつも土曜日地方行って歌歌ってたの、歌の声が出なくなっちゃって、はいはい、でやめたいっつって、無理だったのにやめさせてもらったんですよ。それもだってね、高視聴率バラエティーですから。そうです、37%ですもんね。それで2年間出入り禁止になったんですよ、日テレ、はあ、山口百恵ちゃんも森まさ子も全部マネージャーも。すごい。でその時にお誘い受けて、でその時のタイトルが戸辺必殺裏殺しだったんです。要するに金曜日の10時からのオンエアだったから。すごいですね。戸辺必殺裏殺し、つまり噂のチャンネルの裏だ、噂のチャンネルの裏だということですね。そうなんですよ。それで戸辺必殺裏殺しってのは、いろんな意味もあるんでしょうけども、その裏をね、それもあるけど、私の場合だけあの殴り殺すというね、で死ぬ人が一回転するから、みんな暗く照明して家の中でね、ポンとこうね、なくなるっていうか。そう、あのね、あれが、はい、それが売りですもんね。そうなんですよ、かっこいいっていうね、必殺だから、はい、で顔に陰影つけてね、私だけ野原でもどこでもいいんですよ、相手をボカーンと殴ると、はい、オッケー、はい、待ってくださいって、着物そのまんまで、その人間の役の人が背中向くんですよ、前後ろ着直して、それを撮っても私だけえらい時間かかって、ほんで見たら笑ってしまう殺し方やから。そうですよね。そうなんですよ、みんなでもう、殴られ役の人にも、すいませんね、いや大丈夫大丈夫、もう赤ちゃんこれおもろいからとかってありますね。そういろんなドラマ出てるんですね、はい、それこそね、ひまわり戦争ではね、あ、ひまわり戦争で、ご主人と出会うんですよね。今の主人と知り合ったんです。はい。はい、ママテレビのね、はい、保育士今、はい、今は保育士。今は保育士って言います ね。当時はだから、ほぼさんっていう。ほぼさんですね。はい、役ということです、ね。はい。まあちょっとあこさんドラマも話し出したら、もういろんな曲を聞きたいんですけど、ね、はいはい、ラジオ機の方でもし、あの印象的な役とかね、もし記憶なんかありましたら、あこさんにちょっと脳トレで、いやでも私も覚えてるものと覚えてないものをはっきりさせるためにも、はい、あの送っていただければと思います、はいはい、小文字で AKKO あっこアットマーク 1242.com でお待ちしております。続いてはこちらのコーナー参りましょう、はい、週刊和田スポ連勝スタート。昨シーズンは実に4割4分7厘の出塁率という吉田正尚、満塁ワンアウト、しかし一発も期待できる、ボンテインが投げた、打ちました、打ちました、世界一決定戦ワールドベースボールクラシックが開幕し、日本代表侍ジャパンは1次リーグで
中国を8-1、韓国を13-4で破り連勝スタートとなりました。特に昨日対戦した韓国はこれまで何度も死闘を繰り広げた宿敵、今回同じグループということで厳しい戦いが予想されました。しかし昨日の試合では先発ダルビッシュ投手が3点を先制されるも打線が爆発、すぐに逆転し、その後も着々と得点を重ね、終わってみれば予想外の大差をつけ圧勝という結果。宿敵のライバルを破り幸先の良いスタートとなった日本ですが、今夜はチェコと対戦、先発は令和の完全男佐々木朗希投手。初めての WBC の登板でどんなピッチングを見せてくれるのか注目です。卒業&勇退。6日フジテレビはダウンタウン松本人志さんがワイドナショーのコメンテーターを3月いっぱいで卒業することを発表しました。松本さんは2013年から出演していましたが、今年に入り卒業の噂がありましたが正式に卒業の発表となりました。続いて7日フリーアナウンサー草野人志さんが TBS 系世界不思議発見の司会を勇退することが分かりました。合わせて後任としてフリーアナウンサーの石井亮次さんの就任が明らかになりました。草野さんは今後クイズマスターとして出演を続けるそうですが、ネットではそうなると番組マスコットの人志くん人形どうなるのという声が上がりました。それについて番組関係者は番組の大切なアイコンであり続けますとコメントしているそうです。新年度を前に次々と番組がリニューアルされていますが、このいい加減に旋回は来月で丸33年を迎えても何も変わりませんのでご安心ください。夫婦共演。7日サザンオールスターズの原由子さんの13年ぶりとなるソロライブでご主人の桑田佳祐さんとのサプライズデュエットが実現しました。この日アンコールのラストに原さんのカバーアルバムから橋幸夫さんと吉永小百合さんのいつでも夢を歌いましたが、途中で桑田佳祐さんがサプライズ登場。このライブではマスク着用の制限が OK ということで、その瞬間大歓声と盛大な拍手で包まれました。さらに歌の途中でブーケを手にした桑田さんがプロポーズのようにひざまずき原さんに渡すなど会場を盛り上げました。結婚から41年、息の合った2人の歌とトークの掛け合いで会場は温かい空気に包まれてライブは終了となりました。今年はサザンオールスターズがデビュー45周年のメモリアルイヤー、次なる共演はサザンのライブなんでしょうか。八冠。昨日46回目となる日本アカデミー賞の授賞式が行われ、妻夫木聡さん主演、安藤サクラさん共演のある男が主演男優賞、助演女優賞を含め作品賞、監督賞など8つの部門で最優秀賞に輝きました。妻夫木さんは2010年の悪人以来12年ぶりの最優秀主演男優賞の受賞でしたが、前回は中継で会場にいなかったこともあって、今回実際にトロフィーを手にし目を潤ませながら喜びを語りました。また初めて最優秀助演女優賞に輝いた安藤サクラさんですが、撮影と子育ての両立に悩み妻夫木さんに女優の引退を打ち明けていたそうです。それでも撮影の中にいることが何より好きなんだとはっきりと思えましたと涙ながらにコメントしました。日本の映画界の歴史に新たな1ページが誕生です。ブッキーのあの悪人っていうのは良かったよね。これはよくて、ブッキーに電話したの今思い出した。あ、そうですか。感動したっつって。で、最後ね、悪人が心入れ替えて女性のためにやるんだけど、信じられなくなるっていうね。そうでした、そうでした。いやー、でも、師匠は嬉しいでしょうね。いや、でも、どんどん役者としても、男性としても、魅力を増し続けてる。桑田くんもいいね、夫婦でこういうのって。はい。ね、花束持ってこう、なんていうの、ひざまずくっていう、ちょっとプロポーズを意識したようなねえ。41年経ってるんでしょ。そうです。いいじゃないですか。そうです ね、 ねえ、仲いいです。同じ仕事っていうか、いいよね、そういう音楽っていう、同じ仕事で同じバンドメンバーですから、ね、そうだから同じ曲を奏でてるわけだから、はい、いいですよ、羨ましい、ほんと素晴らしい、はい、そしてまっちゃん、前から噂があったよね、なんか。そうですね、何かが、隔週になったりしたので、出演が。そう。なんで言われてましたね。草野さんは、本当に、残念っていうのかな、こういうのは。どうなんだろう。まあ、でも、ご出演は。クイズマスターってどういうことだろうね。何かこう、やっぱり出演者の
答えを、まあ、迷ってる時にヒントを、まあ、絶妙に出しながらこう誘導したりはぐらかしたりっていう、ーはーはー、そこらの駆け引きみたいなことのようです。なるほど、はい、だって今なんか松岡田の岡田がよう頑張ってね、なんか喋ったりしてるから、ね、はい、私も最初は不思議発見レギュラーでしたからね、よね、もうますますなんか黒柳さんに頑張っていただきたいですね、はい、またあこさん出たりしないんですか、なんか僕見てみたいですけどね、世界不思議発見。あ、もう草野さんに聞いたのはあこさんが最初レギュラーの頃のスタイルで言うと、はい、自分のクイズに自信がある時にはなんかこうお金のようなこう、はい、ね、あのコインをベットするんだけど、はい、あこさん最初から全部ベットするんで、次の問題からないんですないって言ってました、それが外れると、そうそうそう、もうアホ丸出しでした。いいですね、でもなんか懐かしいです、ね、じゃあまだお疲れ様じゃないですね、そうです、草野さんご出演は続くということです、ね、まっちゃんもまたね一つの番組やけどこれから新しいのもやるっていう噂もなってるし、ね、はい、中井さんとの新番組の発表もありました。それでなんといってももうオープニングで喋りまくりましたけど、野球ですよ。そうですね、もう本当に名前覚えたのが吉田、それから大谷、ダルビッシュ、近藤、近藤ってあのソフトバンクのね、はい、それから村神様、村神様、ヌートバーもそうですね、そう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 、忘れたあかんね、なんか昨日計算したら9人ぐらい覚えたのに今日忘れてんのもん何やこれは。いやでもさっきも言いましたけど、あっこさんあそこを気づくんだと思ったのは、韓国のピッチャーは大したことないなっておっしゃいましたけど、はい、今回実際に本当に前評判が、はい、前評判が韓国は打つ方はメジャーリーガーもいるし、はいはい、すごいけど、うん、ピッチャーが今一つだって言われてるんですって専門家に。そうだからなんかいや先入観なく見ると、これは悪いけどダルビッシュさんもっていうか韓国のピッチャーさんも名前が出てこないんでビビってはったよ。だからああこうプロの世界ってその最初の一球、ピッチャーにしては最初の一球、なるほど、で打者にしたら最初の一打、一打ね、すっごいと思うよ。私だって歌う時に全然こんな私と一緒にするなんて申し訳ないですけど、第一声やっぱりダメだもんね、ビビっちゃって。今でもちゃんとお客様の顔も見えてるし拍手もいただくんだけど、だいたい私遅いんですよ。1曲まで行ったなと思うと2曲目普通に行けるんですけど、こうお客様に飲まれないで頑張ろうと思うのはだいたい2、3曲かかりますからね。その大それが見てる側にも伝わんなかった。いやそれも分かんないですね。本当は韓国のピッチャーの人も何回もバウンドしたりさ、いや分かんなかったですね。あそう、うん、出ないとフォアボールお互いに、うん、フォアボール韓国のピッチャー多すぎたじゃん。あら時間になりました、うん、そうですね、すいません以上週刊渡すも見るんです、はい、ありがとうございました。